シェイクスピア外典は、かつては、シェイクスピアの作品とみなされていたものの、現在では別人によるものと判定された。もしくは、新作である、可能性はあるが断定する根拠に乏しい一群の作品のことである。これは、シェイクスピアの新作と認められるものについて、その作者の正体をめぐって展開される議論とは別の問題である。シェイクスピアの生前に印刷に付された儀曲は、 全作品のうちの約半数に過ぎない。それらの戯曲は4折半で単行本化された。シェイクスピアの死後7年目に当たる1623年、同僚の俳優、ジョン・ヘミングスとヘンリー・コンデルは、シェイクスピアの戯曲全集を編纂した。この二人が編集責任者の役割を担ったのは、エリザベス朝時代のイギリスにおいては、戯曲の著作権が著作者ではなく、 それを上演する劇団に帰属していたので、全作品を収集、編纂する上では、シェイクスピアと同じロンドンの劇団、国王一座に所属していた彼らが適任だったためで、ある。従って、単純に言うならば、ファーストホリオに収録されているのが、シェイクスピアの新作であり、収録されていないものは、別人の手になるものだということになる。シェイクスピアの書いたものについては、ヘミングスと コンデルが、広大の学者や二次資料よりも、はるかに詳しい事情を知り得る立場にいたことは、疑いようがないからである。しかし、いくつかの複雑な事情から、シェイクスピア外典という概念が生じることとなった。シェイクスピアの外典は、以下の見出しの通りに分類することができる。扉ページに、シェイクスピアの名前を付して17世紀に4折半で、刊行されていながらも、ファーストフォリオには、 未収録の戯曲がいくつかある。シェイクスピア愛好家の多くは、これらの戯曲のうちのいくつかはシェイクスピアによって書かれたものだと信じており、実際、ペリクリーズなどのように専門の研究者によって新作と認定されたものもある。しかし、トマス・クロムウェルといったそれ以外の作品はあまりにも出来が悪く、到底、シェイクスピアの作品であるとは考えられない。ヘミングスト、 コンデルがこれらの作品をファーストフォリオから除外した理由はいくつか考えられるこれらはいずれも可能性のある推測であるに過ぎずどれか一つが正しい答えというわけではない個々の作品についてそれぞれの事情に鑑みる必要がある同時代に匿名で発表された議曲で後年になってから シェイクスピアのものではないかという学説が唱えられることとなった作品もいくつか存在する。これらの説はいずれも根拠にとぼうしく、まゆつばものであることには注意が必要である。シェイクスピアの失われた傑作を発見するということは、シェイクスピア愛好家にとっては見果てぬ夢であるために提唱された説だが、こうした新説の多くが、この作品には、 シェイクスピアの文体が現れていると主張しており、シェイクスピアの文体とはいかなるものであるかという議論の余地のある見解をもっぱらその根拠としているためである。それにもかかわらず、これらの遺説の中には、それなりの説得力があったため主流派の研究者にも受け入れられたものもある。ミアズの知恵の方向の一説。シェイクスピアの喜劇を列挙した中に、ラブ・レイバーズ・ボンニの台が見える、知られざる、 シェイクスピアの戯曲を発見するという夢が講じて、ついには自分で作り出したものもいる。これらの外典のうち、ペリクリーズ、ロークリンの悲劇、ロンドンの道楽者、ピューリタン、サージョン・ウォールド・カースル、トマス・クロムウェル、ヨークシャーの悲劇の7作品は1663年の第3フタオリ版において、シェイクスピアの作品として追加収録されたが、上に見るような研究結果に基づき、 ペリクリーズ以外の戯曲はその後の全集から除外されている。ありがとうございます。